鉄のヤングフェスティバル。イエーイ。こんばんは。こんばんは。りょうちゃんこんばんは。こんばんは。金曜日の、はい、夜10時、はい、ゴーストボール、はい、これだいぶ定着してきたんじゃないでしょうか。そうですね。僕も結構あの声かけられることがちょっと増えまして。あ、そうなんですか。はい、すごいね。先日あの僕 C 級ライセンスっていうのを持ってるんですよ。はいはいはい。子供たちは U12 ジュニアを指導するためのライセンスなんですけど、はいはい、それを講習会があって行ったんですよ。はい。そしたらいきなりエビテツさん、トントンってされて、たら、あんまよく見、なんか見たことあるな、エビテツさんっていう人ってゴーゴフットボールを見てる人しか言わないから。はいはいはい。でまたトントンってされるんですよ。たら、ゴーフトにも MC やってた、はい、まっちゃん、またよしかなさん、元エルフェンの、はいはいはい、方も来てて、その場所にエビテツさん2回も言われてくる。え、それはラジオ見てます。おー、もうそうですよ。すごいですね。すごいでしょ。はい、ちょっとずつ広がってるんですよ。金曜夜10時すごいですね。ね、はい、はい、今日はちょっとゲストがいないんで。あ、はい、なるほど。まあ自分たちの紹介からいきましょうか。はい、はい、川越でイタリアンカフェブライトンカフェやってるエビテツです。ポンポンポン。はい、サッカー好き女子リオです。お願いします。お願いします。まあちょっとゲストいないんで今日は二人で進めていきたいと思います。スンって感じの顔をされてます。入ってこい。鼻くそ飛ばすな。すいません、嘘です。はい、嘘ですね。あの素敵なゲストが今日、はい、突然にもかかわらず心よく来ていただきました。はい、りょうちゃん紹介お願いします。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。東京、あ、ちょっと待ってください。もう一回いきます。はい、もういいですよ。はい、ですよ。私これ本当に苦手です。はい、はい、もう一度いきます。はい、どうぞ。はい、東京電機大学理工学部教員の福富真也さんです。どうも、よろしくお願いします。なんでよ。もっと突っ込んだりしてこいよ。ゲストなしでしょ今日。ちょっと不適されてる。不適されてますね。不適されて。そうなんですよ、今日はね、なんと、はい、来てくれましたよ。はい、何があれかというと、実はゴーゴフットボール結構いろんな方から、はい、見たよとか言われるんですけど、はい、この福富真也さんの回は非常に好評で、こう勉強になった、はいはいはい、指導の仕方、子供の接し方、こういうことあるんだって多分一番ですし、再生回数も1位取ったことあるんですよ。ありがとうございます。でもちょっと今日はどうした、不適されてるんですか。ゲストいない。お前ちっちゃちっちゃ。まあ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 、昨日頼まれたんだよ。あ、言われた。実はね、まあ正直僕と、まあ、トミって言ってるんですけど、トミは、はい、まあ、FC 西武大で一緒にサッカーやってるんですけども、はい、まあ昨日試合があって、はい、その時に誘ったんですけども、まあ先日の放送とかでも伝えたんですけど、はい、私たちのチームが無事全国大会に行くことが決まりましたんで。ねえ、トミ。そう。おい、まだ捨て腐れてんのか。まあまあ、トミはね、はい、実はもうここでちょっとびっくりしたことを伝えたいんですけども、はい、この大会の前、もう1ヶ月半ぐらい前かな、1ヶ月。1ヶ月前ぐらいだね。ね、1ヶ月前ぐらい。うん、実はサッカーの試合中とかその日に、はい、くも膜下出血で病院に運ばれるという、うちらからチームメイトからしたらショッキングなことが起きたんですよね。ショック、本当に。いや、本当ショックだった。いや、俺はちょっと後から聞いたんだけど、ね、その日な、俺休んでたから、うんうんうん、ねえ、くも膜下出血ですよ。くも膜下出血って何ですか。一発でいっちゃう、脳に血が溜まっちゃうんだ。脳の出血、うん、で、まあ、病院の方にすぐ行かれて、はい、で集中治療室とか、そう、 ICU に4日間。おい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 、止まってるよ。そうそうそう、今死んじゃったもん。いや、そう、よよ、でも本当にあ、いい経験をしたなと。おい、いい経験なんて言えるのは自分だけですよ。もちろん家族とかね、はいはい、みんな心配して、俺も後から聞いて、うん、びっくりした。なんか、思ったほど
動じなくて、まあ、思ったこととか全く動じなくて、あ入院かとか、まあ、なんか弱音吐くとか全くなくて、まあ、淡々と受け入れてて不思議なもんで、うん、でまあ、だって、うん、ねえもしかしたら本当にね一発今トミーが言ったけど一発でこう、はいはいはい、ちょっとね行っちゃうかもしれない病気って、なんですかね、なんか5割ぐらいの人はねそのまま死んじゃうかもしれないっていうやつを、で後遺症も何割か残るって生きててもって言ってたのが何もなく元気やっぱ日頃の行いだなと。いやそれの1ヶ月後にこの決める大事な関東大会に出場してるからね、はい、まだ1ヶ月前は ICU にいた、うん、えだから本当後遺症がまあなく、はい、それとまあ経過が良かったのかな。そうね多分ね、いやいや一番は日頃の、いやいやいや人の上げ足ばっかり取る人に日頃の行いとか言ってほしくない。日頃の行いが経過も多分出血部位とか全部がね運が良かったんでしょう、うん、そうでちゃんと試合出てやってっかね、まあ、そういうのもあって、まあ、チームとしてはびっくりもしたし、うん、まあでもこうやって元気でいるのが本当仮病だったんじゃないかっていう、いこのネタで話膨らまそうとしてるからね、これ、うん、今どこで落としていこうかなってそうそうそうまあまあまあそういうこともあって でも無事、お互い頑張って全国大会に行くなったんだよね、それはよしと、はい、もう3年ぶりね、そうね、うん、3年ぶりで今年こそ全国一を目指して11月にあるんで、それまで、はい、一生懸命頑張っていきたいと思います。はい、はい、さあトミー、今日はどんな話っていうかノープランなんですよ、昨日の今日なんで声晴れで、まあ、何を話そうかと、で以前紹介させてもらった、はい、東京法令出版さんから出てる、はい、サッカーがもっと楽しくなる40のヒント、なぜ亀はウサギに勝てたのか、うん、という本が、この増刷されることなんて言うんですか、もう重版されてるはず、されて、はい、なんだっけ、夏休みのねこう課題図書、子どもの読書感想文の課題図書になってもいいように、読書感想文書き方シートも新たに加えて、うん、リニューアルして、うん、重版されました。おお、すごいですね。もうそれで、まあ、ちょうどねこのあと7月とか入っていったら子どもたちがちょうど夏休みになってくん で、うん、ちょっとこの話をまあ出版された時に話したんですけど、もう一回ちょっと掘り下げたり、なんかまた違った角度で皆さんとこうトークしたりできたらなと思うんで、どうですか、行きましょう。いいですね。もう夏休みうちもそうだけど、はい、読書感想文やった？やってましたね。憂鬱？好きじゃなかったです。いや好きではなかったです。自分でそれでも自分でやった、それともちょっと手伝ってもらった、お家の方にとか。あでも低学年の時とかは手伝ってもらったかもですね、うんうん、やっぱりね、うん、親の方もねこう早くやりなさいとか言う、なんか最後はできないと私たちが手伝わなきゃいけなくなるんじゃないかっていう親のストレスもあると、うん、早く終わらせたいっていうのねあるから、ちょっとねそういう書き方シートとかもうまく使ってもらえたら、ね、サッカーやってる子だったら必ず、ね、40個お話があるから1個ぐらいはね書きやすいテーマがあるんじゃないかと思います。ね、すごいよね、そうやって、ね、読書感想文の書き方シートまでつけて重版されてるんで、で、まあ、この中の内容は、まあ、本買ってくれた人もいるんですよ、うん、本当ふと聞いてくれて嬉しい嬉しい。で、ね、まあ、本をまだ購入されてない方も今日ちょっと分かりやすくいろいろ見出しとかも言いつつ進めていきたいと思います。1個がねこう1、2分ぐらいあれば読めるよね、多分それ1個1個は、ね、そうだね、本当に、うん、でイラストも入ってて、うん、それが40個だから多分子どもたちもこうページが進むって読書で結構大事なモチベーションだよね、だから子どもたちも読めるんじゃないかなと、子ども向けだからね、うん、こう第1章から第4章だね、うん、まであって、うん、ちょっと紹介させてもらいたいんですけども、はい、例えばだけど第1章はちょっとみんな想像してこのね聞いてもらいたいんですけど、自分との付き合い方。第2章、仲間との付き合い方。
第3章未来を作り出す。おお、ちょっとここは奥深くなっていきそうな ね。で第4章考え方を変えてみる。なんかこれだけ聞くとなんか大人も当てはまるような、そうですね、見出しからすると想像できるような感じなんですけども、今日ちょっとエビテツの独断と偏見で第4章考え方を変えてみるというのをね、ちょっと話を進めていきたいと思うんですけど、どうですか。いきましょう。あ、いいですね。でもやっぱりね、まあ当然順番ね、1章2章って順番にしたには理由もあって、なんかどうしても、まあエビちゃんはないかもしれないけど、今から言うことを、そう想像つくでしょ、あの人とどう合わせようかに重きが置きすぎて、置かれすぎて、自分がどうありたいかとか、自分のハッピーをそっちのけにして他者と合わせようとしすぎて、結果的に自分の人生を歩めてないっていう大人も子供も多いでしょ、だから最初にまず、あなたはまず何者ですか、何がしたいんですか、何が強みで何が弱みでとか、まず自分との付き合い方が大事、でその軸があった上で仲間とどうやって折り合いをつけていくかっていうことが順序としては大事かなと。なんか僕らの場合、先に仲間とどう付き合うかで自分のことを後回しで結果的にね後悔しちゃったりすることもあるから、まあそういう順序ねっていうイメージ、でそれをやっていくと未来がちゃんと作れてくるんじゃないかという感じです。あのちょっと伝え忘れたことあるんですけども、先ほどの紹介だとね、あの大学の教員だけしかあの紹介できなかったんですけども、あの福富慎也さん、まあ、このゴーフトを初めて聞く方もいるかもしれないんで、あの何を専攻しているのかっていうのをちょっと簡単に。チームワーク作りを大学で教えてます。でチームワークって大事大事って言われるけど、学校で教わったことない、けど教わってるとしたら多分みんなに合わせなさいとか、こう一人だけ違ったことをするんじゃないとか、協力しなさいとか、そういう漠然としたことばっかり教わって、じゃあどうやって本当に成果の上がるチームを作れるのっていうのは教わってない、で日本は、まあ、僕はねこうチームワークが日本の武器だってよくスポーツで言うでしょ、だんだんそうなりつつあると思うんだけど、本当に得意だったのはチームワークっていうより集団行動、みんな同じことをやるっていうのが得意、本当のチームワークっていうのは役割がみんな違って、でそれでこう化学反応を起こしていくのが本来のね僕が目指しているチームワークなんだけど、日本が強みだって言ってるのは多分集団行動、みんな同じように同じことをやりましょう、規律を持ったりね、そう。だから結局そこら辺でチームワークって本当は何だろうっていうのをこう教えてくれることがないのに大事だって言われてる社会だから、それを大学でね学生さんと一緒に考える、追求、一緒に探求してるっていう感じですね、まあ、今みたいな、ね、ことをこう教えられてるんですけども、まあ、サッカー界でいうとあの監督になるにはその日本代表とかチームの監督になるにはこうライセンス、さっき自分もあの説明したんですけども、あの S 級ライセンスっていう一番高いライセンスがあるんですよ、それを持ってると J リーグのチームを教えられたり、国の代表のチームを教えられたり、そういう人の講習の中でトミは、まあ、チームビルディングチームワークっていうのをそういう監督になる人たちに教えてる立場なんだよね。だからこれに限ってはすごく第一人者という形であの活躍されてる方です。もうこれ以上トミのことをよく言うのはないです。こっからはお互い上げ足、そう、ね、引っ張り合いが始まるから、ね、まあまあ冗談として、まあね、先ほど紹介させてもらったトミのこのねサッカーがもっと楽しくなる40のヒントの第4章考え方を変えてみるの中から、そうですね、いろいろあるんですよ。じゃあ項目は見出し何個あるんだっけ、そこは4章は4章のこの項目はですね全部で11個もある。11個あります。例えばですけど、リスナーの方もおっと思ったところストップって言ってくださいね。軽くポポって何個か言うんでね。楽しくなくちゃスポーツじゃない、ね、
失敗さえも成功にしてしまえばいい、うん、サッカーのプレーはほぼ全部ミスで終わる。あ、ちょっと気になるね。それストップ入った。あリスナーストップ、リスナーストップが一番目の前のリスナーリスナーゲスト、ストップ入りましたね、はい、これすごく僕もあの共感というかこの見出しだけでも興味が湧くんですけども、サッカーのプレーはほぼ全部ミスで終わる。リオちゃんもどう、サッカーを見たりしてて、はい、全部が最初から最後まで簡潔に完璧にいくことってプレーあります？そういう。あんま見ないですね。見ないよね、はい、どっかでこうミスしたい、でミスにうわーってブーってやってるんでしょ。いやブーまではいかないですけど。え、ブーまでやってない、はい、決定的なシーン外したらブーってやってるでしょ。いやブーまではいかないですけど、うん、うわーってなりますね。うわーってなる、はい、まあそうですよ、はい、トムさんこれはどういう、ちょっと聞きたいんですけど、まあ、いや例えばプロの試合をお金払って見に行く、でも0対0で終わることもあるじゃないですか、うん、0対0ってつまり1点も入んなかった、つまりそれって全部プロの選手たちが全部のプレーをミスで終わったってことです、うん、この1試合90分間両チーム全部ミスで終わった、うん、ドリブルパスでまたね、パスしてドリブルして最後シュートが決まらないとゴールにならないから、うん、その途中のどっかでミスしたことになる。ドリブル取られた、パスが出ちゃった、コートから出ちゃったとか、あのパスを奪われたとか、シュート外したとか、どっかでミスするから得点にならないわけで、得点になるっていうのは逆に言うと全部のプレーが成功で終わった時だけ得点になるってことを考えたら、プロの試合でも0対0が多いとか1点しか入らない両チームで、ってことはもうほぼ全部のプレーがミスで終わってるってことをこのタイトルでね、こう表してるんですね、うん、なるほど。確かに、なんか失敗することを恐れることがバカバカしくないって子供には思ってもらいたい。ぜひ積極的にチャレンジしてほしいし、うん、まあとね、その1個のミスが失点につながっちゃうキーパーとかね、そういうポジションもいろいろあるけど、でもミスを恐れてたらやっぱサッカー楽しめないしね。だからそういうマインドになってほしくて、考え方、捉え方をねちょっと変えてもらうための4章っていう位置づけです。まあ、トミはね、ジュニアのコーチもやってるんですよ。はいはいはい。で、例えばじゃあこれが、子供たちがどういうふうにこう落とし込んでたり、このミスしてもいいじゃないかとかいうのを落とし込んでるのと、実際そういうのが試合とかで起きた場合に、例えば0-0で終わった、0-1で終わったっていう時にどういう声かけを自分の中では心がけてやるか。まずミーティング、ハーフタイムのミーティング、まあ子供のミーティングだから短いから時々そうもいかないんだけど、やってたのが選手で一番生の感想を持ってるのは選手たちなのに、いきなり監督がミーティング引き取るでしょ。いやで、それなんか違和感で、いやまずプレーしてた選手たちがどう感じたのかを僕らが聞かないと次の提案のしようもないでしょって思ってるの、うん、なのに中の感想も聞かず、いきなりこうしろああしろって指示するハーフタイム、ちょっとナンセンスだなって思って、まずどうだった、例えば負けててこっちは良くないって思ってるかもしれないけど、彼らが手応え感じてんだったらそれに合わせたアドバイスしないと、ただこう食い違うだけのハーフタイムになっちゃうじゃん。だからそこら辺はね、なるべくハーフタイム時間がありそうだったら、今日どうだった、良かったところはとか、うん、ここはうまくいってないなっていうところはっていうのを子供たちみんなからまず聞いて、でそれに合わせた提案をできるだけした方がいい、うん、でもそっちの方が難しいの。なぜかって言ったら、どんな感想が出てくるかわからない、出てきたものに対してその場で解決策提示しなきゃいけないから、そっちの方がよっぽど高度でしょ。なんかもうハーフタイムこれ言おうって決めて臨んでる監督は楽だよね。だからそういう意味ではそっちの方が難しいなとは思うけど、子供たち主役っていうのはね、うん、いや子供たちがじゃあこうミスに対してのその捉え方っていうのはどうなんだろう、うん、俺はね今大学のサッカー部もそうなんだけど、チャレンジしてミスが出るのはチャレンジした証拠だから絶対に言わない、あの
ミスして怒るなんて多分したことないんじゃないかな、うん、あの例えば今ここの壁で、ね、目の前の壁があるからそれを大学のサッカー部でねセンターバックの子が一つ勇気持って持ち運ぶラインブレイクしてみろそうすると景色変わるよって言って持ち運んだおナイスよく持ち運んだって思ったら次のパスでミスったのでも俺全然もう次のそのハーフタイムでナイスよくやったよ素晴らしかったよで、フォローするつもりもないんだけど持ち運ぶとさ景色変わってそのセンターバックの選手が持ち運んだ瞬間フリーになってキョロキョロっとしたのが見えたあそのぐらい選択肢増えたから逆に迷っちゃったでどうしようって思って判断に時間がかかってミスしたの、うん、だからあもうすでに次の課題にぶち当たったんじゃんと思って、うん、あだからやっぱりチャレンジするからまた次の壁が出てきてだから素晴らしいそれはもうそのチャレンジやった人しか分からない壁だから見えるもの増えたから迷った次の壁だよって言ってもう大歓迎続けろ続けろって言ったのそれはつい最近の大学の話なるほどね、うん、もうじゃあ、子供もそうよ、まあ、子供も、うん、ってことはと子供同士でももしミスがあってもそれはおーいとか言うのはならないならない、ならないようにやっぱこっちはそこはやっぱマネジメントとしても昨日かなもう試合があってその前の日の練習でそうあの試合っていうのはあのなんでこういうパスくれねえんだとか、うん、なんでそこ守備いかねえんだって言ってなんかこう人に要求したりいいパスもらう要求だけしたりじゃなくてありが試合中はありがとうを貯金し合うんだという話をちょうど試合前にして今何て言いましたありがとうを貯金するありがとうを貯金する貯金し合う貯金し合う、うん、ほう例えばまあ例えばだけどエビちゃん例えばトップで例えば不用意な失い方をしてそのままカウンター食らってやばいもう一気にゴール前まで行っちゃってやばいとこ失点のピンチだっていう時にドゥワーって後ろから戻ってスライディングで書き出してくれてなんか自分がもうね失点に絡んじゃうところを誰かが必死に防いでくれたらうわマジトミーありがとうってなるじゃんなるじゃんでこのありがとうを貯金しとくと今度俺がミスした時必ずエビちゃんは俺のミスを取り返してやらなきゃってなるわけじゃんなるじゃんだその好循環を生み出すためにはやっぱりこう人に何かしてくれあれくれしてくれこれしてくれとかしてくあいつがこれしてくんないからとかって要求ばかりじゃなくまず自分からギブするみたいなことが大事なんだよそうやってるチームが崩れるわけないじゃん身内で内側から崩れていくわけないじゃんどんな厳しい試合だってそうやってるチームは絶対に崩れないからなって言ってやっぱベースはそういうマインドがあってそういうマインドがあった上でこの戦術を実行しようって思わないと多分ね戦術だけ伝えるミーティングはちょっと効果薄いかもね、うん、結局ねあいつのせいだって言い合ってたらいい戦術も台無しになっちゃうから、ねうん、なるほどねちょっとあれじゃないのリオちゃんうんうんでちょっと納得しすぎてんじゃないいや深いです深いん深いちょっと古いですけど普段って今のがよくわかんないおいお前絶対知ってんじゃん絶対一緒にやろうとしたじゃん今いやいやうーんやってんよまあそうだよねまあでもそういうことをやっぱり子供たちの時にそういうのを失敗したからお前せいだとかなるとやっぱ本当にまあでもコーチがやっちゃってるもんね先輩見つけてわーって怒っちゃったりとかねそれかわいそうだね、うん、今の話今のうちらの西武台でもやってるんですよ試合のハーフタイムにまずはまあ、トミーが主体となるんだけど今の試合の良かった点、うん、悪かった点を、うんまあ、時間があるんでみんな端的に一言ずつあいいですよね言い合ってで自分はそれいいことをやっぱ共有していることが多いとあ同じ共通の中でこの時間やってたんだと、うん、そうすると次これをいいねが多いとじゃあそれは継続になるしで例えばバットを言うときあるんですよみんな、はいはい、あここが悪かった悪かったってなると、うん、あなるほどねなるほどねって
そう理解共通の。あ、でもそれいいね。子供たちにこれやったらいいかもね。時間があればね。あればね。グッドバッドネクストってね。うん、G B N。あ、それはまたもう一冊別の本にね書いてあるんだ。あ、そうなの。チームワークの教科書っていう別の本に、この本の一個前の本に書いてるんだけど、グッドバッドネクストは今の試合で良かったとこ1人10秒何でもいいの。例えばシュートがたくさん打てたとか、いい声出てたとか、パスがいっぱい来てとか、で距離感が良かったとかね。でなぜグッと言うんですかってなる。でもなんか日本って改善改善改善でなんかダメなところをいっぱい上げて、なんか自信を失っちゃったりとか、なんか雰囲気が暗くなったりするけど、俺たち良かったところもあったよね、良かったところは継続しようねっていう意味でグッと言うといい雰囲気になる。で次にバッと、1人10秒でバッとちょっと不安迷いうまくいってないとかいうところを上げましょうっていうと、まあよくあるのはファーストディフェンダーが決まんなかったとか、ディフェンダーが背後取られたとか、間延びしてる、プレスバックができなかったとかあるね。でもこのこういうね、一個一個の問題って全部別の問題でしょ。でね、プレスバックも背後取られるもファーストディフェンダーが決まらないも間延びしているも全部別々のような問題なんだけど、実は根本で全部つながってて、じゃあファーストディフェンダーが決まれば、ちょっとサッカーの、ね、専門的な話になっちゃうけど、ファーストディフェンダーが決まればもう前に蹴られないっていう心配がね、消えるからラインをグッと上げられる。ラインがグッと上がるとコンパクトになって間延びは防げる。もうこれで2人の悩みが解決。ですごい狭いこのコンパクトの中だとプレスバックしやすいでしょ。で背後取られなくなる。こうやってじゃあファーストディフェンダー決定しよう、じゃあファーストディフェンダーどっから行くってことを相談すると、4つの悩みが1つのストーリーで一括解決する。なんかそういうミーティングをね、今ね俺たちはグッと出してバッと出して、じゃあネクストどうする、どうするって、うん、なるほど。でもあのバットがね、あのバットに聞こえないのよ。うーん、あのバットって聞くとなんか悪かったところって聞くとなんかすごくネガティブな話に聞こえがちなんだけど、あのバットっていうよりかはもう改善点、うんうんうん、がすぐネクストに変わっていくから、それがバットを上げてる、うん、だからなんかネガティブじゃなくて、こう決めきるとこ決めろって言われても、あの別にあの改善していこうっていう気持ちになるから、これはすごく、あでもそれも少年団とかでもし取り入れるとしたら、いくつかやっぱ注意点があって、明らかに個人のもう技術の問題で、それをチームで解決しようがない問題もあるじゃん。それをいくら上げても多分あんまり大きな改善に変わらないから、まあそれはもう日々練習するしかないねって話だから、うん、ハーフタイムでどうにもできないじゃん。だからそれを上げてもしょうがない、個人のあまりにもこの技術的な話はね、っていうのが1点と、もう1個はバットを言ってる時に頭のいい人ほどネクストまで喋っちゃう。ここがダメだった、だからこうしてこうしてこういう風にした方がいいっていうネクストまで言っちゃう。でもネクストはさっき言ったようにいろんな人のバットが出てきて一括解決できるようなストーリーで解決したいから、今のあなたのその問題に対しての解決策をこう一個紐付けても個別に全部紐付けていかなきゃいけなくなっちゃって、ネクストが増えすぎちゃうから、ちょっとネクストまだ言うの待っててって、コントロールして、その場をコントロールできるファシリテーターみたいな人がいないとうまくいかない。うん、なるほど。なるほど。面白いよね。はい、でもこれは実際に自分はそれをやってみてすごくあの変わった。今年ずっとやってきてるの、これ。去年の10月ぐらいからだっけ。やった。ね、まあ、おかげで関東もね突破できたしね。そうだね。うん、そうそうそう。まあそういう形でね、今子供たちだったりを例に挙げていろんな話をしてるんですけど、まだ第4章あるんですよ、いろいろ、はい、またちょっとリスナーの方にはストップって言ってもらったところでストップしたいんですけども、エビテツのゴーゴーフットボール。もう何個かあるんですね、まあ、サッカーは相手の嫌がることをやってもいい特別な、あ、ストップちょっと早いな、ストップきました、食い気味ストップきました。ちょっと全部せめて全部言ってからストップしまってから、そしたら早押しだが、あの早つはえはえよいしょ、えはっこれあれですか、サッカーは相手の嫌がるあのねことをやってもいい特別な場、う、ね、
ディフェンダーの目盗んで背後取るでしょ、右くぐりして左行くでしょみたいな性格悪いやつが、うんうん、ねこう有利に立つ、素直すぎてね、うんうん、出しますよって出してたら取られちゃうしね。だからだけど店員の目盗んでお店の商品取るダメだよね。でもディフェンダーの目盗んで背後取る、これは OK、うん、なんかこうあとドッキリとかさ、ドッキリの番組とか人が嫌がるのを見て楽しいとかあるじゃん、そういうの。うなずきすぎだから。いやあなた大好きだな。あなた大好きだよねそれと。そうそう、だからさ結局そういうのを声を大にして言います、日常でやっちゃいけない。いややろうとしてるからね、日常でやるとこれね良くないけど、サッカーはそれをやった方がいい、やった方がいい、特別な場、うん、だからそういうことをやりたい気持ち、ちょっと人が悔しがる顔を見たい、うん、ちょっと相手が、ね、困ってる顔を見たいっていう、この人間みんな持ってるひねくれた正確な悪い部分を遺憾なく出していい特別な場。もうまた抜いてドリブルするなんて、もう相手からしたらほんとにカチンカチンとくるようなことをやってもいい、やってもいい特別な場、うん、逆に言うとそこで出すから日常は声を大にしてやるなよ、うんうん、日常はやるなよ、うん、ね、そういう形で、はい、トミ君大好きなことなんで、これは今まあね、まあいっぱい項目あるんで、例えばこういうのもあるんですよ、悩んでも変わらないことは無視する、うん、考え抜いた非常識を大切に、うん、なんかストップ、考え抜いた非常識を大切に、ちょっと難しいよね、難しいです、たまにりょうちゃんもストップって言っていいんだよ、はい、あとねこれもちょっとね聞いてみたいな気もするんだけどね、先に最悪な想定をしておけばいい、うんうん、ちょなんかもうストップかけるんだ。もうさっき読んでる最中言わせろって言うから聞いてる。じゃあここはエビデツストップしていいですか。はい、やっぱねこの悩んでも変わらないことは無視する、うん、これは大事よ、めちゃくちゃ大事だから、今俺 FC 東京のねアドバイザーやってて、あそうなんです、うん、前回の放送でも伝えたかもしれないですけど、はい、彼は今 FC 東京ねトップチームでアドバイザーやってて、でも選手たちにもこれは多分繰り返し言ってるんだけど、悩めば悩むほどいい方向に行くことはいっぱい悩めばいいけど、悩んだところで状況変わらないことって世の中いっぱいあって、例えば分かりやすい例で言うと高校受験、もう中学3年生の終わりでね、高校受験あ失敗したって、結構合格発表出るまであと何週間落ち込んで過ごしたら、悩んで悩んでうじうじしてれば合格になる確率が上がるのか、上がるわけない、それなのにじゃあその数週間悩んでることは何の意味もないことじゃん、だからそこはもう悩んで結果が変わらないんだったら積極的に無視する、もうスルーするしか方法はない。でそれは例えばサッカーで言うといっぱいある、例えば勝敗って頑張れば勝利の確率は上げられるけど、どうやっても100までにはならないでしょ、勝利が約束された試合は1個もないから、だからそういう意味では結果をうじうじ悩んでも何にも変わらない、何にも変わらない、だからそれは悩む結果についてうじうじは良くないよね。ただ悩めば悩むほどうまくいくことって、変えられることって言えば自分のプレーを振り返ったりね、ここはこうした方が良かったなと、次はこうしようっていうのは全然いいことなんだけど、あとはスタメンで出れる出れない、もうそれ俺の頑張りはもちろん大事だけど監督が最後決めることだから、最後は監督の課題なわけ、それを俺がぐじぐじ悩んだりしてもいい方向に行くわけじゃないから、だったらできることにエネルギー使った方がいいよね。だから僕は今そのこの本では悩んでも変わらないことは、ね、無視するって書いたけど、普段選手たちにはコントロール可能なことと不可能なことに分けろと、でコントロール可能なことにのみ限られたエネルギーを全部使えと、スタメン出られなくてこの状況は監督が決めてることだから俺にはどうしようもできないんだけど、日々の練習を頑張る、
食事しっかりとる、体のケアする、家でサッカーのイメージ作る、なんなら監督ともっとコミュニケーションとって、自分を理解してもらったり、仲間ともっとコミュニケーションとって連携を深めたりして、コントロール可能じゃんそれは全部、うん、そっちにエネルギーを使った方がよっぽどいいよっていう風に言ってるんだよね。なるほどね。なるほど。ちょっとこれサッカー以外でもあれじゃないですか。そうなんですよ。ちょっと自分のチョイスは若干サッカー仕事も入っちゃったかもしれない仕事の悩み実は聞いてもらってたかもしれない。いや、思いました、はい、もしかしたら、うん、だからもっと厳しい言い方で言ってるんだけど、実際厳しいっていうか、バシッと端的に言うと、行動、結果は選べない、結果は永遠に選べない、うん、でも行動は常に選べるっていう風に選手にはそういう言い方もしてる。結果は永遠に選べません。それ聞くね、うん、あ、西武大でも言ってるね。西武大聞く、うん、そう、勝ちたいって言って手に入るわけじゃないし、スタメン取りたいって言って選べるわけじゃない、結果は選べないけど行動だけはいつでも常に選べるよっていう風に、うん、いう風に伝えてますね、うん、あとね、ちょっとこうジュニアならではの、まあ、目線の見出しもいくつかあって、まあ、2つあるんですけども、1つは楽しくなくちゃスポーツじゃない、うん、でもう1つは努力すれば勝利は手に入る、うん、さっきの話だね、はい、これ多分一緒だと思うんですけど、うん、楽しくなくちゃスポーツじゃないっていうのはどういう、いや、あのね、そもそも体育とスポーツって全然違うものなのね、うん、なんか体育を英語にしたらスポーツになるわけじゃないから、体育ってまあ教育領域の言葉で、基本的に学校以外で体育ってあんま言わない、うんうん、で体育はちょっと負の歴史になっちゃうかもしれないけど、戦時中の日本は学校にでその体育で兵隊の養成をね、ある意味してたわけです。だから、あれ中学の4月のさ、体育の授業でさ、集団行動ってなかった？右向け右とわーってこう移動したりしてる、うん、そういうのない？りょうちゃんの時ないかな？私の時はなかったですけど、見たことあります。ある、はい、体育の授業で4月にそれやったでしょ、列作って。ああいうのは多分未だにもしかしたらその戦時中のね、名残が体育にあるのかもしれない、うん、で体育っていうのは今のその流れで言うと兵隊を養成してるから、自分の意思とかいらないんだ、言われたことを忠実にミスなくやれとっていう世界が多分まだ脈々と残ってる。だから意思を持っちゃダメみたいなね、それよりも言われたことをちゃんとやりなさい、できるかできないかで評価される世界ね、うん、体育の成績もそうじゃん、できるかできないかで評価される、うん、だからスポーツっていうとそれが全く違って文化領域の言葉で、多分僕らの身近な文化で感じるのは、例えば日本だったら世界に誇れるアニメ文化があったり、映画とか音楽とかお祭りとかで、そこにスポーツも入る。文化って衣食住に直接関係ないから、なくても生きていける、お祭りなくても生きていける、音楽も映画も映画もアニメもなくても生きていけるけど、スポーツもあったらより豊かになるよねっていうものの集まりだと思う。だからそのスポーツ、俺らサッカーは体育じゃなくてスポーツとしてやってるから、より豊かになるためにやってるのに苦しみながらやってるっておかしい、だから楽しくなきゃ意味がないよと。なるほど。って思ってる。やべえ、レバー前にしちゃったよ今、ここ手元にあるレバー前にしちゃったよ。ちょっと分かんないですね、はい、いや分かるだろう。さっきやっただろって、うん、はい、やったよ。なるほどね。なるほど、うん、なんかこうね、楽しくなくちゃスポーツじゃない、うん、でもやっぱ子供とかであってもやっぱり楽しくやりたいけども、やっぱそこに試合というものがあると、まあ、勝ちか負けかとか引き分けとか、うん、必ずつきものであって、できたらこう指導していく上では勝ってやっぱ喜びたいし自信もつきたいっていうのもある、うん、けど小学年代っていうのはこう、はい、まあ勝ち負けよりもこの成長だったり育成っていう言葉でこう指導するんだけど、うん、富はこうチームを強くするという、この路線があって、もう一つはこう育成という、
まあ勝ちとか負けじゃないよ、うん、君たちはこういう時こういう風に上手くなってほしいっていう路線が2つあるんだけど、うん、これがこう混じり合ってシンクロしてこう子供たちにやっぱ伝えることっていうのはあるのかな。うん、ある。やっぱりね、例えばうちは勝利じゃないんで育成なんでとかって言ってるのは逆に言うと、うん、まあちょっと言い方あれだけど、体のいい言い訳を作って負けてもいいよって言ってるようにも聞こえるじゃん。でも負けていいって最初から言われて子供がやる気出るわけがなくて、子供はやっぱり純粋に勝ちたいと思ってやってるじゃん。だからそういう意味で勝ちたい気持ちを引きうまく活用して一人一人を伸ばすっていうのが理想だなと思ってる。勝ちたいっていう気持ちをうまく引き出して子の成長につなげられたら一番いいなってどっかで思ってる。そんなにいつもうまくいかないんだけど、例えば、まあ、実際に心がけてるのはチーム全体の戦い方も統一感がないと、こいつはドリブルしたい、こいつはドリブルが苦手でパスだとかロングキックでもうどんどん蹴りたいとかショートパスしたいとか、そんなのが混在してたら誰一人ハッピーにならないじゃん。みんな食い違うから。だからチームには大きな方針は必要。今日のゲームはこういう戦い方をしますよって大きな絵はまず合わせる。だからジグソーパズルの完成図はこうなりますよみたいなのはミーティングでちゃんと伝えるでしょ。でその上で、だから今日は例えば 2-3-2 でやるよ、だから今日は 3-3-1 でやるよとかっていう、そうやってタスクがだんだん出てきて、この人の課題って言うとあれだけど、チャレンジしてほしいことはこれだ、でもこの人がチャレンジすることによって次この人の新しい次のチャレンジにつながりって言って、個人のチャレンジがつながるとチームのパズルの完成図につながるようになるべくデザインしてる。だからミーティングが終わった時、よし今日僕がチャレンジすべきことはこれだなっていうことが、多分僕のチームはみんな子供たちは分かってくれてて、俺が頑張るとあいつにパスが通る、俺がこれを意識するとあいつがここにサポートがいてくれるはずだとか、なんかそうやって判断は自由なんだけど、それをやっていくとなんとなく同じ絵になってくるようなミーティングを心がけてます。ただし、ま、あの絶対にやってないのはパターン、こうしたら必ずここに人がいるっていうような、必ずいるとかパターンとは絶対違うから、パターンじゃなくてこういう絵を描きながらでもキャンセルもできる、A を狙ったけど B もできるみたいな風にはするんだけど、うん、一人一人のタスクがつながってチームの成果になるようにミーティングしてる、うん、やっぱそういうねこともこうやっぱりこう教え方で教える人によっても変わってくるだろうし、はい、子供の捉え方もいっぱいあると思うんですけども、例えば子供たちが例えば元気がなかったりとか、うんうんうん、例えばこう今日の試合はなんか覇気がなかったようなとか、うんうんうん、まあそれは千差万別で感じ方は違うんだけど、例えばもっと頑張れたでしょ、走れたでしょ、ぶつかれたでしょっていうのがこう持ってるようにいかないかった場合は、トミはどういう声かけを、例えばハーフタイム試合後、うん、なんか子供の反応は自分の指導をフィードバックしてくれてると思ってるから、コーチは選手だから選手の動きが悪いってことは俺の何かが悪かったってことをフィードバックくれてるわけよ、選手の姿が、はいはいはい、だからあれ今日俺のなんかミーティングの持っていき方悪かった、ウォーミングアップ悪かったかなとか、うん、なんか振り返る材料にして彼らを攻めたりは絶対ないでしょ。じゃあ例えば試合中にちょっと飽きちゃって鼻くそじくってたりしたら動かなかった、人につけなきゃいいさっきお前俺に飛ばしたよいやいや、まあでもさうーんだとしても、なんで彼がそんなにやる気が今日身が入ってないんだろうっていうところから入る、カーッとかならない、何やってんだなみたいなのならない、なんで今日はあいつはこうなっちゃったんだろうな、なんか例えば夕べ寝不足だったのかなとか、うん、そっちから入って、で何だったらごめん、あんなプレーをするやつがをピッチに送り出しちゃってベンチのやつに申し訳ない、お前を出せばよかったからっていうぐらいの
まあそれ口に出すかは別として、うんうん、そのベンチにいて悔しい思いしてるやつがいたら、もう俺が選んだ選手申し訳なかったっていう気持ちになると思う。うん、なるほどね。例えばじゃあ相手チームで いません、お前そこ頑張れよ、何やってんねん、走れよみたいな、いるよね。そういう時って福富慎也はそれをこうコーチで右耳左耳聞いててどう思ってんの？なんかうちのチームの方がいいぜとかそういう感じは一切なく、やっぱりみんなもっと楽しくスポーツできればいいのになって思って見てる、うんうん、まあ、多分いい声かけこっちの方がしてるぜとかそういうんじゃなくて、子供たちが萎縮しちゃってかわいそうだなと思って、うんうん、なんか少しでも伸び伸びできたらいいのになって思って見てる、うん、なるほどね、うん、まあ僕は若干ね、あの福富慎也さんのようにこうやっていい人を演じられないから、まあちょっと裏生の声でよしよしよし、あっち乱れてるわ乱れてるわあ、そういうのはやっぱあるよ、あるけど、やっぱなんだろう、このやり方でがなんていうかな、まあ自分が信じてるやり方だから全否定じゃないけど、あのそうやって共感してくれる人が増える方がいいと思うけど、もちろんもちろんそういう指導がちょっとずつ減ってったらいいなとも思ってるから、うん、共感してくれる、うちのチームのこういうやり方に共感してくれるといいなとは思うけど、なんかやっぱ犠牲になっちゃいけないじゃん子供が、だからそれは思うね。うん、やっぱりこうりょうちゃん聞いてて、はい、やっぱ今ちょっといやらしい質問とかトミーにしたんだけど、常に自分にベクトルを向けてこう物事を考えてるじゃん、はい、これってすごく難しいと思うのね。子供が走ってなかった時にこう元気ない、うん、そこに自分にこうベクトル向けて何が悪かったんだろう自分のあって、いや例えば本当動き悪かったら、あこれは俺のミーティングでタスクが明確に伝わってなかったんだろうな、なんか悪かったなとか、本当そう思う。やる方がすっきりこう理解して望んでないとか、うんうんうん、とか理解はしてても例えば違うだろうってね、納得感が低かったら動かないから、人はなんかが悪かったなと思うよね。で動きが悪かったらもうすぐ交代みたいな、カッとなって、ああもうお前ダメだ交代、はいお前出ろってベンチ引っ込まされちゃうのも、うん、あんまりだって基本しなくて、それは制裁としてそういう風にするんじゃなくて、必要があれば一回外から見てみると自分がどうなってたか分かるかもしれないから、一緒に隣で説明しながら見て、もう一回こうチャンスがないといけないわけじゃん。だから制裁のように試合から追い出すようなこともしないし、うまくいかなかった子がいたらもう一回必ずチャンスで、チャンスっていうかね、うん、実践の場を用意するっていうのは、それセットじゃないとね上手にならないから、ここがダメだったんだよって言われっぱなしじゃなくて、じゃあどうすればいいっていうところを実践する場をね保証してあげたいなと。なんかやっぱりこうジュニア子供たちを教えるっていう中で、やっぱいろんな指導者がいる中で、まあ、トミみたいなこういう指導だったり考え方捉え方っていうのは、うん、多分みんなあんま知らないんじゃないかなって俺は、うん、と思ってるね。やっぱね、自分で決めたこと、自分たちで決めたことの方が結局納得感持ってやってくれるから、だからだいたい対戦相手がこういうチームだ、例えば相手が強いとかっていうのも事前にわかるでしょ。そういう時にどういう風に戦うかをプラン A、B とか A、B、まあ、C ぐらい、例えばこっちは用意して先に子どもたちにミーティングで説明するの。プラン A だとメリットはこれ、デメリットはこれ、うん、プラン B だとメリットはこれ、デメリットはこれで、みんなだったらどっち選ぶ、要はメリットもデメリットも子どもたちよく分かんなければ先に言うけど、選ぶのは選手たちっていう風にしてるかな、なる基本は。そうすると自分たちで決めたからやってくれる。で、自分たちで決めたのにうまくいかなかったときは、次コーチの提案をすんなり聞いてくれる。なるほど。それこうしたらいいじゃんって言ったら初めて聞いてくれるから。なるほど。うん、どう、りょうちゃん。なんかあれですよね。やっぱさっきも言ったんですけど、はい、サッカーだけじゃないものを。うん、
まあ勉強しちゃってる。はい。ねえ、いやもうそんなしなくていいよ。いやいやいや。え？終わっちゃいますそれ。時間見てそっちに持ってこうとしてる。いやいやいや。いや、あでもすごいよね。やっぱこういうね、トミのこういうのをやっぱこうラジオでねリスナーも聞いてほしいし、こういう会があってもいいよね。やろうよ。ね、やりましょう。こういう。もうすごく勉強になって、自分もまあいつかまたジュニアのコーチに戻ったりした時にはなるほどねっていうのは何個もこう参考にしてもらってるんですけども、まああとね時間がねそんな長くないんですけども、はい、まあ、先日トミの教えてるチームの、まあ、お父さんかお父さんコーチかがブライトン来てくれて、で今福富さんと一緒にサッカー教えてるんですって言って、あそうなんですかって言って、ですごく勉強になってて子供たちもどんどん変わってきてますと、で福富さんってすごいんですねって、すごい方なんですねって俺に聞いてきたの。で俺はもう一言目でいやそうでも即答だよね、すごい方なんですよねって、いやそうでもどんなオーナーだよいやまあそれ冗談なんですけども、まあ本当すごいと、自分はチームでも自分のチームでもこういうことやってくれてるって、でどん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 いろんな要素が変わってきてるんだっていう、これ本当みんなにね本をこのねサッカーがもっと楽しくなる40のヒントもそうだし、さっき途中で出たチームワークの教科書、チームワークの教科書、教科書は強化する方ね、強くする方の教科書、テキストっていうね学校の教科書とは字が違うよ、強く負ける、そうそうそう、それもちょっと気になったよねさっき、そっちの要素はまたそっちの要素の本が、そっちはねスポーツのチームワーク作りの本当実践例とか、例えば米子北がどうしてか、高校サッカーです強くなってったかとか、じゃあ俺はヴィッセル神戸でイニエスタ、ビジャ、ポドルスキーとかが言いながら公式戦9連敗だったところからの立て直しのちょっとしたストーリーとか、なんかそういう実際の事例も交えながらチーム作りの話を書いてる、これ読みたいでしょう、はい、多分ね J リーグとかああいうチームの中のまあチームね、こう立て直し屋じゃないけども一回本当チームビルディング、チームワークをこうお願いされる立場すごいよね、ね、なんかチームのお医者さんって感じ、人間が風邪ひいたら病院お医者さん行くでしょって、でもチームが体調いまいちこう行かないときはのお医者さん、チームのお医者さんって感じイメージは、ドクター福富だけどそれ言うとさ違うじゃん、ドクターチームドクターって言ったらさ、違うじゃん、チームドクター違うね、そうそう、だからなんて言ったらいいか分かんない、コト先生と呼ぶじゃん絡みだなすいません、ちょっとくだらない脱線なんですけども、はい、まあ本当になんかトミからさ、なんかねこの本もそうですけども夏休み子供たちにこういうのがいいんだってぜひ活用してくださいってなんかあれば、確かにうちもそうだったけど、こうな読書感想文の本を選ぶところからストレスで、親もね子もね、何する、何なら書けんのって言って、読みたい本を読むんじゃなくて書けそうな本を選ぶっていう感じで、俺そうでしょ間違いなく、だったらサッカーやってる、ね、男の子女の子なんかはこのサッカーの本で自分も絶対に思い当たる節があるとかっていう内容から、でこの本の僕のこだわりは全部40個あるテーマ全部日常とサッカーをセットで書いてるの、サッカーのこういう場面は日常のこういうところでもつながるよねとか、日常はこうでサッカーはここつながるよねっていう日常とサッカーをリンクさせてるから、まあその日々の考え方も生活の上での考え方も変わったらいいなと思ってるから、まあどうせ書くなら興味のあるサッカーで、しかも書き方シートもあるから、それがいいんじゃないかなとおすすめです。やっぱこう書き方シートもね、こう参考にこう見たんだけども、まあね本を選んだ理由とか、まあその印象とか大事に思ったテーマとかポイントとか、それをこう穴埋めしていくようなところもあるし、あそうね、穴埋めしていくと文章になっていくみたいな。だからすごく分かりやすいし、なおさらサッカーが好きなら
まとめやすいんじゃないかなっていうふうに思います。そうなんだよ、サッカーみたいな本を読んだら俺だってスラ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 書けたんだよ、小学校時代。あんななんかよくわかんないね物語の後書きだけ書いてそこにちょちょってやんなくて済んだんだよ、ね、リオちゃんもそうでしょ。はいはいってトミなんかもっとなんか違った。いやもうだから3枚目って言われたら3枚目の1マス目でまるで終わってもいいと思ってなかった。3枚行けって言われたらもう思ってるよ、そこに行けばもう。そうそうそう、もういかにここ段落変えた方がいいんじゃないかな。そうだね、少しでもマスを埋めようとね、そういう苦痛から解放されるといいな、うん、そうだね。まあそういう形で今日、はい、話を進めてきたんですけども、ぜひ皆様もこの福富慎也、サッカーがもっと楽しくなる40のヒントぜひ、手元にして読んでもらいたいし、はいはい、あとは先ほどのチームワークの教科書、チームワークの教科書もう一回ちょっと俺も読みたくなった。脱トップ男子校もいいですからね。あ、脱トップ男子校、トップ男子校結構いろいろ書いてんね。5冊、今6冊目も頑張った。来年ぐらいかな。来年ぐらい、はい、はー、今度はねデータサイエンティストと一緒にコラボして、もう一回言った、データサイエンティスト、データとチームワーク、おー、なんかちょっと今時なような感じやっちゃってんじゃん。流行りに乗っかんないとさ悪富の顔してれば悪富の。まあそういう形で、はい、ね、残念ながらエンディングの方が近づいてきてしまったんですけども、はい、まあ富はねちょっと冒頭で伝えたんですけども、本当くれぐれも健康です健康に気をつけてもらって、はい、ね、いろいろサッカーを楽しみながらやっていきたいと思います。はいはい、じゃあそれでは最後ね紹介して終わりたいと思います。はい、はい、東京電機大学理工学部教員の福富慎也さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ギョーギョー。この放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。